キファミリアに任じたということか。その通りでございます。現在のダイダロス通りを守るにはキャツラが適任だと勝手ながら判断いたしました。フレイバーは契約を守ります。クノストスは我々の管理下にあるのも同然かと。何を隠しているロイマン。鍵か。言い忘れておりました。クノッソスの鍵を発見した暁にはギルドに引き渡すよう命じております。クノッソスに関する情報共有を徹底させろ。鍵の入手後は檻を見て調査隊を編成する。ダイダロスの遺産を管理するのは個人でも派閥でもなく我々ギルドだ。ははは。ロキファミリアの件に関しては不問とする。下がれ。失礼します。ロイマンも抜け目がないな。人一倍の欲はある。だが有能だ。都市の発展を目指す思いに偽りはない。しかしやはりロキたちはダイダロス通りに居座ったか。フレイヤ様がバベルに陣取っている以上、残された退路でゼノスを待ち構えるのは当然の成り行きでもある。ああ、こうなってしまった以上、ガネーシャも住民の命を最優先に動くだろう。ゼノスたちは都市の地下水路を移動中、目撃情報が増えているが、冒険者の足並みが揃っていないことがせめてもの幸いか。フェルズたちとはぐれているゼノスの所在は。そっちはつかめていない。はぐれている数もね。もしかしたら一部はもう冒険者やたちの悪い神に捕まっているかもしれない。ま、黒いミノタウロスを見つけて返り討ちにあったっていう冒険者は何人かいるんだけど、回復した今も悪夢でも見たかのように震えっぱなしでろくに話が聞けないらしい。ゼノスの行動は限られている。現状において目的は二つ。一つははぐれた同胞と合流すること。もう一つはダンジョンの出入り口にたどり着くこと。後者は最重要事項だ。彼らが生き延びるためには何としてでもダンジョンに戻らなくてはならない。取れる進路もまた二つ。大穴を要するバベル、そして都市南西ダイダロス通りに存在するクノッソス。セントラルパークを目指せば冒険者たちとの戦闘は必至だ。付け加えればフレイヤファミリアもどう動くかわからない。フェルズが選択させないだろう。となるとやはりゼノスたちが目指すべきは地形を利用できるダイダロス通りってことになるが、クノッソスを経由するにはロキファミリアが立ちはだかる。やれやれ、分かってはいたけどこりゃきつい。クノッソスについてはどうなっている。
リビラの冒険者の証言で18階層に攻め入ったモンスターは地上に出現したモンスターと結びついた。多くのファミリアがダンジョン第二の出入り口の存在に気づいている。ダイダルス通りに冒険者が集まっているか。ああ、今のところロキファミリア以外はクノッソスの入り口にたどり着けてはいないようだけどね。ヘルメス、お前のファミリアは？もう調べ上げた。ダイダロスの手記さ。ロキファミリアに捕まってもらう前にね、イケロスから譲ってもらったのさ。これにはクノッソスの設計図が載っている。当然出入り口の場所も。渡しておこう、必要だろ。ヘルメス、お前はどう動くつもりだ。さてね、前にも言ったが、俺の関心はベル君だ。彼を失墜させ退場させるわけにはいかない。アスピーたちにはいろいろ命じてはいるし、あとはベル君の動き次第ではあるけど、きっとじっとしていられないんだろうな。逆に聞こう、ウラノス。ゼノスは、いや、彼らを率いる賢者の慣れの果ては今後どう動くと思う？フェルズが次に取るだろう行動は。リド、血をもらえるか。血？ああ、私も健全な肉体を持っていればこんな頼み事はしなくて済むのだが。まあ骨だしな。私は死者ではないが、死体蹴りという言葉を知っているか。とにかく血を分けてくれ。手紙を書く。はぐれているのは誰なの？アルル、ヘルガ、レッド、フィア、そしてアステリオス。フィアは私たちと共にいましたが、無理がたたってしまい空から落ちてしまった。レッドは彼女の後を追いました。フィアたちがどこにいるのかもわからないんだよね。ああ、この下水道を散々歩き回ったが残りがもない。地上に隠れているのかもしれん。この数日ほとんど何も食べていませんからね。フェルズ、このまま逃げ回っていても拉致が開かない。何か手を。おい、何をしている？手紙をしたためている。できた。おいおい、なんだ、モンスターじゃあねえ、フクロウ？私の使い魔だ。やっと見つけてもらえた。あの戦闘でオクルスさえ壊れなければもっと早く呼び寄せられたのだが。さあ、これを運んでくれ、ガフィール。
フェルズ、まさかあの手紙は。ああ、我々の最後の希望だ。もしかして監視、この館が見張られてる。探りを入れてきたフィンさんの仕業だけじゃない。きっと町中の冒険者が僕のこと。窓から袋、足についてるのは手紙。まさか